グッドウッドパークホテルはシンガポールの最高級ホテルでラッフィルズホテルと並ぶ伝統的なコロニアルホテルでもある。かつてプリファードホテルグループに加盟していた。外観グッドウッドパークホテルはイギリスの植民地であったシンガポール在住のドイツ人の社交クラブ、チュートニアクラブとして1900年に開業した。その後、第一次世界大戦の影響で シンガポール在住のドイツ人は敵国人として扱われ、建物は没収された。この建物は1918年に競売にかけられ、カルカッタで貿易賞をしていたユダヤ人のマナッセ兄弟が買い取り、グッドウッドパーク競馬場の名にちなんで、クラブグッドウッドホールと名付けられ1922年2月に、開業、結婚式場や映画館、ダンスホールなどとして使用された。 後に、シンガポールにホテル不足が生じたため、1929年4月にホテルとして生まれ変わり、グッドウッドパークホテルと名付けられた。当時、ブルネースイートは、スエズより東で最も美しい部屋の一つと称された。第二次世界大戦が勃発し、1942年1月に日本軍がシンガポールを占領し、イギリス軍を放築すると、名称を 海軍遂行者に改名し、第二本帝国海軍高官の事務所兼宿泊施設として利用され、一般向けのホテルとしての営業を休止した。なお、海軍遂行者当時は帝国ホテルが運営に携わった。第二次世界大戦終戦後、多くの人たちの要望により、マナッセ兄弟の遺族が再び取得し、1947年にホテルとしての営業が復活した。 しかし、1963年には、ホテルがマラヤンバンキンググループに売却され、マナッセ地族の手から離れた。1978年には大規模な改装を行い、その後も改装を重ね、現在に至る。1989年3月23日には、建物がシンガポールの歴史的建造物に指定された。客室数は235室で、 シンガポールの最高級ホテルの中で、ラッフルズホテルの次に少ない。一番下のグレードであるデラックスで約44平方メートルと、広さも十分。プールサイドスイートとデラックスプールサイドスイートは、部屋から直接プールに行くことができる。最寄り駅である MRT のオーチャード駅まで、約5分で行くことができるため、街歩きなどに便利である。二千九年には、 日本人向けのサービス、グッドウッドパークホテルジャパンコンシェルジュデスクが開設されたメインプールのプールサイドなどロビー。この写真の後方にハイティーでおなじみのレスプレッソがある。ありがとうございます。